第2代暴法と公爵の蔵書表、第2代暴法と公爵ヘンリー・サマセットは、イギリスの貴族、政治家、トーリー・党に属する。1698年まで、グラモーガン伯爵の儀礼称号を、1698年から1700年1月21日まで、ウスター公爵の儀礼称号を使用した。ウスター公爵、チャールズ・様セットとレベッカ・チャイルドの息子として、 1684年にモンマス城で生まれた。1702年8月にバドミントンでアン・ジョとジョージ・オブ・デンマーク夫婦を接待した。一時は政治から離れていたが、1710年に南部担当国務大臣サンダーランド白社ク,クラジャン島が失脚するとアン・ジョに対しようやく女王陛下を実質的にもそう呼べるようになったと述べて喜んだという。 1711年2月21日、ジョナサン・スウィフトの反対を受けたものの、ブラザーズ・クラブの会員として承認された。1712年に、温急新死体隊長に任命され、同年10月に、ガーター勲章を授与された。1714年5月24日に死去、息子ヘンリーが爵位を継承した。死後、バドミントンの教会で埋葬された。1702年7月、 第六代ドーセット伯爵チャールズ・サックビルの娘、メアリーと結婚した。二人の間に子供はいなかった。1706年2月26日、第2代、ゲインズバラ伯爵リズリー・ノエルの娘レイチェルと再婚に難を設けた。1711年9月14日、第2代、リーズ公爵ペレグリン・オズボーンの娘メアリーと再婚した。二人の間に子供はいなかった。 ありがとうございます。